試合前、マスコットと並んで笑顔を見せる野村克也氏、手前、と江本武則氏、ソフトバンク 4-8 オリックス、31日、福岡ヤフオクドーム、31日のオリックス戦、ヤフオク D は、ソフトバンクの球団発足80周年を記念する、レジェンドデー、第1弾。選手は球団創設当時の1938年のデザインなどをモデルとしたユニフォームでプレーし、セレモニアルピッチには OB の野村克也氏、82、と江本武則氏、70、が登場した。江本氏のワンバウンド投球に、球審役のノム、さんは右手を横に出して、ボール、と判定。衰えたね、年には勝てないね、と皮肉った。セレモニー前のトークショーでは、今年もホークスが優勝。ライバル球団がいない、と太鼓判。一方で、投手出身の名将はいない。優勝したから名将ではない。この戦力なら、誰がやっても勝てる、と、毒ガスも忘れなかった。